あの私挨拶あるから一回やっていいですか。あれでしょ、曖昧みまい。一回いいですか。いいよいいよ。曖昧みまい、みーでーす。はい、今回は青ヶ島チャンネルさんとコラボでーす。曖昧みかえ。かえさんです。よろしくお願いします。お願いします。やばい、初コラボすぎる、どうしよう。ちょっと一回乾杯していいですか。乾杯。ようこそ青ヶ島へ。初めて来ました、本当に。みんな静かになっちゃった。かいちゃん頑張ってるなと思って。いや一応負けるな、若い人にそういうの学ばないと。でもすごいなんか本当動画の通りガチで飲んでる。あのそう、始めましたの時缶ビール持ちながら持ってて大丈夫かなと思ったけど、伊勢飲んべえじゃないです、この人ガチで飲んでます。仲良くなれそう。ワイン結構飲んでると思うね。あ、ワイン大好きです。ね、わかる、私も飲みたいです。あのこれちょっとシャンパンちょっといい。あ、本当ですか。え、これ飲んでいいんですか。うん、いただきます。いえ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 、皆さんも乾杯。いえいえ、乾杯。紹介すると、このユタポン、ユタカさんってユタポンがここの持ち主、なんていうの、ここの管理人、今ここシェアハウスで、あ、シェアハウスなんですね。シェアハウスの、ね、今日から住人。今日から住人。あ、そうなんですね。で、住人。住人。で、かえちゃんの妹さん。あ、そうなんですか。じゅーん。バブル。バブル。初めて、初めて。紹介しないもん。いや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 。いきなり来てパカンパイしてこの人たちは誰だみたいな。そう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 。で奥が青ヶ島の仙人。濃いけど。カメラマンさん。カメラマンさん。カメラマンさんです。かわいい写真撮ってください。じゃあもう一本行こう。行きましょう。違います、違います。曖昧みまい、みまいです。曖昧みまい、青島ようこそ。ありがとうございます。あ、混ざっちゃった。乾杯。ほら、ガリガリ君。ガリガリ君。この格好してて娘に言われるんだ、ガリガリ君。ちょっと取っとけば。ガリガリ君。リアルガリガリ君。だって一年中ガリガリ君食ってんだよ。実写版ガリガリ君。CM の撮影が来るね。確かに。ガリガリ君の50年後。2杯目、3杯目、2杯目、2杯目、3杯目、わかんない。あ、いい、あ、ね、ビールみたいになってる。入れます、入れます。スパークリングワイン、スパークリングワイン。みーちゃん大好きなワインだよ。大好きなワイン。かいちゃんも大好きワイン。乾杯。スイスイ来るね。スイスイ来る、スイスイ来る。酔っ払っちゃう、兆しがやばい。ね、分かるよ、私もワインだとスイスイ入っちゃう。そうなんですよ、うん、まだ全然知らないです、知らないです。何歳だよ。やめろそういうの。え、でも言っていいですか。もらはらったよ。27.5 くらい。おー、伸びる、この YouTuber は伸びる。え、38です。え、怖い。イエーイ、イエーイ。38?嘘だ。弟と。え、アラフォーですよ。俺もまだ信じてる。え、ですよね。え、でもやばいよ、肌ほんと、シミとか。え、肌とか、え、やば、やば。いや、今まだに嘘ついてんじゃないかなと思う。嘘ついてますよ。一回でも東京にいたんですよね。そうそうそう。20年ぐらい東京で働いてて。あ、そうなんですか。最近帰ってきた。あ、そうなんですね。ずっといるわけじゃないんですね。で、なんか、青ヶ島帰ってきて、すぐコロナが、あれなって、暇だなと思って YouTube 始めて。あ、そうだったんだ。でもなんかほんと日常で、うん。でもなんか青ヶ島珍しいから結構なんか見てポチポチ増えて、うん、あ、そうだったんですね、うん、きっかけは本当になんか暇だなーと。コロナだったから。かわいい、かわいいよ。かわいい、ポイント言う人が大事なの。かわいい、かわいい、かわいい、かわいいよ、いいよ。これ取れてんの。これ、あ、取れてます。大事です。オッケーです。サムネ撮影終了。ありがとうございます、ヒカリ。じゃ強めじゃない。何巻目かわからないけど。そうだよ、くぐ。乾杯。あ、おそろだ、おそろいだ。おそろっちや。あ、全然違うね。あ、違う。うわ、うわ。これは、あ、本絞りだった。違った。乾杯。え、これ何ですか。エイヒレ。エイヒレ、エイヒレ。可愛くてずっと見ちゃう。エイヒレいただきます。初めてのエイヒレ。え、初めてかも。マヨネーズ、マヨネーズ。いただきます。
カレーの壁？カレーの壁です。うまっ。酒が進む、酒が進む、わかる、酒進む。乾杯。大丈夫だよ。乾杯。あめっちゃアニメみたいな、なんか乾杯、半分以上出る乾杯。可愛いっていうか、ワンピースみたいな感じ。違うよね、やっぱり、ね、娘みたいな。重量違うよな。娘いや、見てもおかしくないから。確かに。何でも、何でもしたくなっちゃうね。そんな可愛いもんじゃないですよ、私。可愛い。可愛いよ。嫌だったら苦労しそう。めっちゃ苦労してますよ、お父さんもお母さんもめっちゃ。大丈夫みたいな。でも才能があるんだから。心配されそう。まあ、最近はそうやって言ってくれるんですけど。あ、役とか映しますね。初めてメタ踊って汚くなったこと。大丈夫かって思ってて。そんな格好してダメでしょ、だって。これダメ。私も、私もお前はいいよ、お前はいいよ。写真撮れよ、これ。どうすんだよ、これ。これ、いつの格好ですもん。スルメがあるかないかですよ、このオーラ。スルメ、スルメとかの問題じゃないよ、なんで私の失敗誰もしてない。しないよ、だから。同じ格好ですよ、そんなの。乾杯。それは年で違うんだから。本当にすごいよ。いや、そんなこと言われながら、レベチですごい。レベチですごい、本当に26ですよ、このこれは本当に。それはわかる。まあ、でもうそういう気持ちはあるけど、それもね、多分4杯目か7杯目かわからないけど、いただきました。え、これ初めて見た。レモンサワー 6% 霜？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 霜はやってない、霜はやってない。おい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 、塩レモン。霜は現金やぞ。やばいな。塩レモン、塩レモン、塩で引き立つレモンのうまさ。それでは6杯目か7杯目かわからないけど。あ、これ衛生で美味しい。可愛い。可愛いね、でもね。乾杯。超可愛い。しみじみ。いやいや、超可愛い。可愛い。可愛い。今日青ヶ島が潤ったよ。みーちゃんのおかげで。みーちゃんいなかったら正直今日怖かった。みーちゃん来るって言ったから。皆さん一回乾杯。酒を掲げよ。イエーイ。でも可愛いってこと言う。ゆたぽんさん、酒を掲げよ。可愛いってことはいいことだ。それでは皆さんの青ヶ島に乾杯。応援したくなるよね、普通に。今日飲み部屋が打ち上がってます。え、みーちゃん絶対また戻ってきてね。え、戻れます。東京からだって50分で来れるんですよ。50分で来れない。あ、八王子まで50分で。でもすぐ来れましたもん、だって。うん、20分だよ、LA は20分。20分ぐらいには上げすぎ。シャックリがやばいな。シャックリがやばい。みーちゃん彼氏いないんだ。彼氏できない。え、3年いないですよ。マジで4年、3、4年、もうすぐ4年いないですよ。だから彼氏とか、なんか付き合ったら。俺はどう。何スポンサー。そうバトローで。私も寝ますね。何でも聞いて。では、質問コーナースタート。酔ってるかいちゃん。犬派、猫派？最近猫だね。あ、猫派なんですね。どうしたら一緒に飲めますか？好きな気持ち伝えてもらえれば。かいさん好きですって言ってくれたら飲めるんですか？なんでそんなお酒が強いんですか？お母さんが強い、めちゃくちゃ。あ、私もそうですね、遺伝子的に強いですね。タバコ吸ってるんですか？吸ってません。私も吸ってないですね。好きなタイプ一番を教えてください。俺だ。俺だ。俺に決まってんじゃろ。身長高い人。あー、わかる。でも私のことが一番好きな人ですね。まあ、それはそうだね。そうですよね。体型維持の秘訣を教えてください。酒。酒なんですか？酒ではわがまんボディを保ってる。だって脂肪が魅力じゃん。痩せ細った私たちを見たいですかっていう話ですよね。脂肪の秘訣は酒。結婚願望はありますか？え、バレバレあるよ。あるんですか？うん。私ないんですけど。逆です。そうなんだ。え、あるんですか？じゃあどういう人と結婚したいんですか？よちよちしてくれる人。よしよしっても何でもしていいですよっていう人ですか？そう。欲しいです。生きてますか？私は結婚願望今んとこないですね。でも他人以外で自分のことを好きになってくれる人って超貴重じゃない？貴重だけど、なんか理解してくれる人が少ないですよね。
え、絶対いる、絶対いるよ。なんかみんな気になるのが多分なんか青ヶ島でどうやって出会うのって思いますよ多分。あー、でもそれを優先してないから。青ヶ島を優先してないってこと。あ、なんと出会いを優先してない。あー、なるほど。自分の楽しいところを作ってるだけ。あー、まあ、そしたらまあ奇跡的に会えたらいいな、会えた人がいたらいいなっていう感じですか。そうやね。だってさ、自分がなければさ誰も好きになれないじゃん。うん、まずは自分のあれだよ、居場所とか。うん、なんか眠い眠い眠いらしいです。え、でも母さんに結婚願望があるのめっちゃ意外です。わけでもないで絶対。え、私ずっとあるよ。ずっとあるんですか。生まれた時から結婚したいと思ってた。ユタポン、ユタポン、兄さん結婚できると思う。できないな。なんでひどいよ、本当に。好きな男を選びすぎる。え、選んでないですよ、全然。あれ、幸せの形が合う人と出会えたらそれが幸せだよね。うん、もちろんそうだよ、それが幸せなんだけど。わけわかんないって言わないでくださいよ。なんで20歳なのに青ヶ島にいるんですか。なんで22歳なのに青ヶ島にいるんですか。私はだってもう来たじゃないですか。え、でももう島から出れないよ、もう監禁だよここに。監禁なんですか。帰れないよ。え、でもそれ YouTube 面白くない。青ヶ島に行ったら島から出れなくなったみたいな。そう、まあ、アニメ多分バズると。漫画とかでも漫画面白いかもしれない。え、なんでいるんですかお兄さんは。20歳なのになんで青ヶ島にいるんですか。4時間ぐらい話した。30秒の話してください。だから今やってることが地域創生系だから、今ここ青ヶ島で人口166人で一番人口少ない。じゃあここに住んだ方が面白いでしょ。あ、地域の活性化をいろんなところでしてたから青ヶ島でやろうってよ。青ヶ島で、青ヶ島に住んでた方が楽しいよね。寝てんじゃねえよお前。カメラ見て、声貸して、せーの。酔ってるじゃないか。じゃあ私動画閉めますね一回。ということで青ヶ島チャンネルの方、あのサイさん、こんな感じで私と一緒にたくさん飲んでくれましたということで、イエーイ。あのカエさん、あ、カエさん、あ、サイさんじゃない、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、これあ一気ですね、バップですね、本当に一回、はい、本絞り。地獄。ということでカエさんペンチしてもらってます。よし。ということで皆さんありがとうございました。私の初コラボですね。コラボというかもうなんかもうありがとうございますっていう感じです。見て、天使と悪魔、なんか悪魔にしちゃってくれました。あなた悪魔、私悪魔。ということで青ヶ島の飲みの様子をお届けできたんじゃないかなと思います。青ヶ島怖いとこだね。青ヶ島焼酎が、青酎があるから、青酎にやられます私は最初にね。最初に。ということで皆さん、青ヶ島チャンネルの方も絶対にチャンネル登録してください。はい、ということで今日の動画はここまでです。この動画がいいなって思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。どんぶらーここって言うんで一緒に言っていいですか。どんぶらーせーのって言ったらどんぶらーここいいですか。せーの、どんぶらーここ、バイバーイ。明日も二日酔いじゃなかったらちゃんと Vlog 撮影頑張ります。バイバーイ。確かに明日は海に入りたい。ああ、行こう。あっしょーい。大丈夫だよ、生ビールはいっぱいある。生ビールはいっぱいあるんですか。生ビールいっぱいある、マジで生ビール。この時間から生ビールは辛いけど、まあ飲めます。あ、オッケー、いけ、レッツゴー。こんなサワー見たことない。おい、男梅サワー、おいレモン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 、男梅サワー、おいメロン、メロン、レモン、おメロン。開けますね、せーの、乾杯。おいレモン、これ記憶あるかどうかは分からないんですけども、うん、おいレモン。おい、おいレモン。え、なんかいい匂いする。え、いい匂いする。みんな私も帰り、やだ。今日だって山登ったから無理。やだ、朝、しあさって、しあさって。いや、汗の匂い、やだ。汗の匂い嗅ぎたい。おじさんが、おじさんが、おじさんが嗅ぎたい。グッスベル。ビューティフル、ビューティフル、ビューティフル。いい匂いだってもう汗死ぬほどかいた匂いですよ。だっていや、でも女子大生の匂いする。
だってシャンプーの香り。あ、シャンプーの香り。私カラムンだったら寄っていこうかな。なんかお花の匂いするなーみたいな。カラムンブ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 ン。ねえ、そういう芸風だったっけ。違う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 でしょ。絶対これ NG カットよ。美味しいね。美味しい。怖いこの人。じゃあこっちのカメラ。この人怖いです。この人怖いです。怖くないです。バイバイしたのにさ、なんで。バイバイ。これ終わり？なんか終わりさっきやりましたよだって。せーの、バイバイ。あ、じゃあ今からサメだけ撮ります。イエイ。よいしょ。めっちゃ白黒。これどこ、日本処理。日本酒飲みたいです。サムネ撮影、せーのパシャ、せーのパシャ、せーのパシャ。逆に私は別に何でもいいからさ。せーの、せーの、せーの。絶対可愛いこれ。せーの、せーの、せーの、せーの。あはやばい、今の照れる。あー今ってでもさ、身長がさ、でも一緒でしょ。同じぐらいすぎる。165でしょ。そうです。一緒だよ。一緒だ。バイバーイ。バイバーイ。何回バイバイしてんだろ。バイバーイ。一緒に寝る。うん、一緒に寝る。じゃあおやすみなさーい。おやすみなさーい。バイバーイ。